具体的にはそうですね、何かやってみたいこととかってありますか？なんか今おっしゃっていただいたことを聞いていて、人とこう会う仕事がいいなと思って営業をやっていた時があったんですけど、それで事務所が違うんだなと思ってたんですけども、事務所になってみた時にやっぱ社内の人間関係とかすごくこうみんなとコミュニケーションを取るのがすごく得意だなっていうので、まあ見方がちょっといろんな意味で、どういう意味でのこうなんだろう、仕事としてお客さんに接するだけがコミュニケーションじゃないんだなっていうのを今は実感していて、結構まあ、自分は、まあ、星座が蟹座なんですけど、まあ、仲良くなるこう仲間たちを見つけると、そこでのコミュニケーションが密になるタイプなのかなというのを実感していて、ある意味、まあ、仕事を2つ持っていた時もあるんですけど、まあ、セラピストとして、まあ、お客様に接するっていうのと、まあ、事務職っていうのを両方とも人に対してやっていくっていう部分では、合っているのかなっていうのを話聞いてて、